シャーペンニュース22、シャーペンです。毎週金曜日に今週のモンストのいろんな情報をまとめる動画なんですけども、今週おそらく祝日の関係でニュースが水曜日にずれまして、じゃあまあなんとなくこの動画を試験的にニュースの当日に上げてみようということで、多分この動画は僕の編集が終わっていれば水曜日に上がってるはずですね。上がってますか？どうですか？ということでやっていきます。編集頑張ります。まず西郷隆盛重心化、やっぱり来ましたね。ヒントも結構ありましたけど、そのまま多くの人が期待していた通り西郷さんということで、今月は本当に壁の強化月間でしたね。ということで性能こちら、はい。まずイラストがもう世界観がどうしたんだっていうね、突然サイボーグになりましたけど、でまあ壁ドンは変わらず、アビリティのプラスアルファは耐性と、まあ、チオと一緒ですね。でまあ一番変わったのが友情ですね。インボリュートスフィアという、なんかあれですね、チオはルシファーからダブルエナさんもらって、最後はマナからインボリュートもらうっていう、なんか意図してるんですかね。でまあインボリュートなんですけどね、やっぱりこれもチオと同じくパワー型なんで、まあ、威力は本当にそんなに期待しない方がいいですね、まあ、本当に別物と考えた方がいいですね。見た目はすごい強そうですけど、まあとりあえず使ってみた街ですね。重心化おめでとうございます。イラストがすごいな本当。そして真珠の聖域追加、久しぶりですね本当に。嬉しい、これ1年半ぶり、いや楽しみ。追加が今月の26日の12時から、まあ、常設なんでゆっくりやってもいいですし。でまあキャラクターですね、ティグノスガラゴーラに次ぐキャラクターはこちらレティオ、まあ、火属性 のスザクですね。指針のスザクをイメージした感じですかね。かっこいい。でなんかこの悪しき力かけらんてるっていう、なんかよくわかんない設定があるんですけど、これはなんか意味あるんですかね。で大幅変わるのがカツクリア方式ですね。これ歴代が2個だったんですけども、今回火曜日にメンテがあるらしく、そのメンテナンス終了後に報酬が5個になるらしいですね。前からね、真珠は報酬が悪いって言われてたんで、これはまあ良くなりましたね、ちょっとは。ですでにクリアしてる人はもう一回いずれか一つのクエストクリアすると5個もらえるらしいんで、なんか今のうちに真珠やってない人はやっといて2個もらってからアップデでもう一回なんかどれか1個やれば5個もらえるっていう、まあ、なんで今のうち真珠はやっておくのに越したことないですね。まあね、これは本当に難しいですからね。いろんなこれまでね、いろいろあった新イベとか重心化がハマる可能性が大いにあるんで、まあいろんなキャラクターの厳選をしたりするのが得策ですね。このうちに頑張りましょう。本当に急いで編集したんで、ちょっと間違ってる部分があるかもしれないんで、よかったらコメント欄から皆さんの気になった話題とか間違ってる部分とかありましたら書いていただけると嬉しいです。訂正も早めに行います。あとぜひチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで毎日モンストの動画投稿しているので、よかったら登録していただけると、投稿していくモチベーションにもつながるんで、どうかよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。さよなら。